さてここからは毎週水曜日の暮らしと健康企画元気丸ライフです。今日のテーマは最後まで自分らしく生きるために必要なアドバンスケアプランニングについてです。さて津田さんは、はい、何らかの理由で自分の思うように心身をコントロールできなくなったり意思疎通が取れなくなったりするいわゆるもしもの時について誰かと話し合ったことはありますか？こういうコーナーでたびたびやるので必要だなというのは分かってるんですけどまだ具体的には話せてないですね。なるほど。ちょっとこちらをご覧ください。こちらのグラフを見ても分かるように津田さんと同じように国民の 50% 以上の方もしもの時について話し合ったことはないんですね。一方でもしもの時に備えてどんな医療を受けたいかなどあらかじめ書面を作成しておいた方がいいと思う人の割合は 66% で、話し合いの重要性を感じている方は多いようなんです。はい、ではどのように話し合いを進めていけばよいのか盛岡市の久保田委員久保田光希医師に聞きました。その方のが人生の最終段階にその差し掛かった時にですね医療であるとかケア介護であるとかっていうことだけではなくてですね今後そのどのように生きたいかとかあるいはその方の生きがいをどうやって実現させるかというふうなことも含めてですねご家族だけではなくて医療者とかですね介護する方とかあるいはケアマネージャーさんとかその方を取り囲む多くの人多職種の方でその考え方を共有しようという話し合いをするというふうなプロセスというふうなところですね。アドバンスケアプランニングとは直訳すると事前の介護・看護計画。アメリカで生まれた概念で日本では厚生労働省が人生会議という愛称をつけ国民の生活に浸透させることを目指しています。岩手県医師会は2018年7月に人生最終段階の医療をかかりつけ医とともに考える委員会を発足。岩手県や岩手医大と連携しながら啓発活動を続けています。県と県医師会が発行している私の生きるノート、人生の最終段階を自分らしく過ごすために大切な人と話し合うきっかけ作りになればと久保田医師は話します。開いてこう見ていただくとその、まず人生会議 ACP に話し合いましょうというふうなことはありますけれども一番最初の次のページにですね使い方というところがありましてでこれが一番強調したいんですけれどもこのノートの記入を強制するものではありません。今は考えたくないという意見も、尊重されます。まさにそのやりたくないという意思も意思でありますしこれは私どもはその、啓発はしますけれども普及するという意味ではない。皆さんが ACP という存在を知っていただければそれで結構で、あとはご自身の考えでやりたいと思った時にはぜひとも私たちがお手伝いしますよというふうなところで私の生きるノートは終末期における医療についての意思表示だけではなく今の暮らしで大切にしていることなどを記入します。そして一番最後にですねこの記入欄とありますけれども皆さんでお話になった、時とあるいは人を、記入してくださいというふうになってまして、ね、これが本当に皆さんでお話しして多職種でその方の意思を共有するというふうなところになっております。人の思いは変わるものその都度何度書き直しても OK です。ではこのノートを作成してみようと思い立った時何から始めたらよいのでしょうか。 ACP っていうのは多職種でやらなければならないということでですね実際その一からですね始めるっていうのは大変時間がかかるわけですよね。そこで話し合いのキーマンとなるのが
ケアマネージャーとソーシャルワーカーです。ケアマネージャーがついてらっしゃる方は、まずケアマネージャーさんが中心となって、ご本人とご家族の方でこの私の生きるノートをですね、作成していただいて、それで最終的にそれができた時に医療従事者の方々であるとか皆さん入って、その内容について、あ、こうですね、あ、こうですねって確かめるというふうな。一方、介護認定を受けていない人は地域包括支援センターのソーシャルワーカーを中心に話し合いを進め、その輪を少しずつ広げていきます。意識がなくて救急搬送された時の、救急のドクターはこれがあると大変、非常に楽で、あ、こういう意思があるんであればこういうことはしよう、こういうことはしないっていうふうなのがありますので、医者の側としてはもう会ってくれれば本当にありがたいというものですね。私はやった方がいいって自分自身で思ってましたけども、はい、やらないっていう選択肢も示すっていうことも大事なんですね。もちろんそうです。人の思いは変わるので、書いてもその都度書き直してもいいですし、書かなくても OK ということ、この概念を皆さん知っておいてくださいということなんですね、はい、はい。ここでお知らせがあります。今月12日日曜日、県民会館大ホールでアドバンスケアプランニングについての県民公開講座が開かれます。入場は無料なんですが、事前の申し込みが必要です。詳しくは岩手県医師会のホームページをご覧ください。ここまで元気丸ライフでした。